はい、どうもこんにちは、名人です。今回はポケットモンスターオメガルビー前回の続きからやっていきます。カラクリ屋敷からですね。お別進んでみますか。はい、カラクリ屋敷。お、居合切りで切っていったら進めそう。じゃあでも途中で戦っていくだけが、全員倒していこう。複雑だな、でも作りが。じゃあ戦わずして進む方法、とりあえず、ゲット。不縁せんべい。あれ気になるな、なんか。戦おうか。こういうの考えるなって面倒、私は勝負だけしたいのに。何を考えたんや、こいつは。バトルガールのフーク。朝なん。見たことあるな、こいつ。なんかライダー、エアカッター、翼打つ、飛行飛行、ハーニミズ。何が効くんや、こいつは。鼻の翼、見切り、守る。何さあ、鼻の翼あんまりや。八景で、今回もう一つ。何が効くの？エアカット。見切り。また。また守った。エアカット。当たらなかった。なんや。麻痺した。変えなあかん、これは。誰に行こう。こいつや。ピチュー？はてな。前なんですね、まあ。見切り。何が効くんや。スピードスターとか。いまいち。はっきり。結構食らうな。お前らまねっこ。スピードスターで。まあ、いけるよ。見切り、また。また守るん。やったや。結構時間を費やしたな、こいつら。204、 OK、 勝利。これでこの先なんかあるんやな。あれ、わざで切ってください。これは何や、巻物。なんかいるんか。合言葉覚えた。合言葉が書いてある。それで、あれはいるんやったんか。こっちからはいけるんかなんか。え？いや、勝負していこう、せっかくやから。見つかったー。覚えさせたばかりの居合切りで切って切って切りまくりよ。切りまくり。ミニスカートのミナ。ゴクリ。ああ、こいつか。ダメだ。麻痺しとんや、こいつ。麻痺。だぞ。大丈夫か。翼で打つ。ヘドロ攻撃。それあんまり食らわへん。やばいな。こいつはもう一回入れ替わる。いろんなやつの経験値レベル上げていかなあかんから大変やな。食らわへんだよ。スピードスター食らえ。よっし
しょ。ライダーもあかんな。205どんぐりレベル27。オッケー。戦闘変えなあかん。ピチリコよし。オッケー。来て、どんぐりの嫌気。あそこだと不縁せんべい回復。あ、こっちから行けたっけな、あそこは。こうやって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 変な屋敷に迷い込んじゃった。俺は迷い込んだ。短パンクの安い木土に、土人は確かな。あ、こっちにあかんのか。まあいいや、天気聞くから。ブレーキボール効果がない。何え、地味に食らうスピードスターや。スピードスター結構使えるな。159。石つぶて、石つぶて、そのままでいけるよ。スピードスターしとったらいけ。一撃ではなかった。ドラ遊び、命中率下がるんじゃん。威力が弱まっただけか。スピードスター、よっしゃー。ゲイ、短パン勝負に勝利した。合言葉覚えとんか。カラクリ大王様素敵。それの鍵外れた。お、達人の帯な、これ。道具ポケット、どういう効果や。あれ、達人の帯どこにあるんや。使い込まれた黒い帯持たせると効果抜群の時、技の力が少し上がる。少し達人のくせにして少し。ハローエブリボン、今日のトレーディントークオッケーオッケー、ごめん、もう終わって終わって。いえ、ああとここまで来られたのか。うん、できる。徹夜で気を覚えたのに、我が輩は次次次次くらいにすごい。技マシン12、挑発使えるんか。お、マラソンでいく。こっちもいけるやん。なんかえ、帰ってきたぞ。すごい仕掛けやった。ポケモンいるか。このまま次なんか行こう。こいつでも絶対、お、野生のポケモン、まさかの落雷。こいつはいつ進化するんや。スピードスター、レンコセックス、速いなスピード。オッケー、うん、この辺だって余裕やな。22、そろそろ進化。まだか。クリティカット、なんか良さげな。おいおい、勝負がしたかったや。レベル上げ、レベル上げ。こっちへな、3体も持っとんやんけ。
チエラって何なの、エレキボール効くんか。いや、いまいちやけどし、効果抜群じゃなかったな。144、ココドラってなんや。おい、エレキボール行け。よし、もう一体は何や。ライダー落雷、またか。エレキボールで行けるやん。もう行け、人工石灰。エレキボール食らわんかった、そういえば。あ、死んだ。オッケー、いいよ。オッケーオッケー、順調。あいつは結構食らったな。でもいや、ブー太郎、いや、レオで行こう。なるかい。どこにおるんや。遠いな、また謎の草。行こう、勝負。だよ、行くよ。電光石火、電光石火で半分ぐらいくらい入った。甘かったな。で、スパーク、雷の牙、雷の牙、いけ。あかん、行こうか。弓一つ。あ、誰か。弾ける、弾ける炎、これでいけるやん。といえば、シャーコが抜群なの。118で、あの先なんかおったな、誰か。あ、いや、明治君久しぶり。ちょっとポケモン探してるところだったの。お父さんがよく言ってるんだけど、昔はね、もっともっとこの世界に自然がいっぱいで、もっともっとたくさんのポケモンがいたんだって。フィールドワーク、いろんなポケモンに出会って、たくさんのポケモンのことを分かって、私もポケモンたちも強くなったよ。勝負か。オゲイ、いけるでしょう。髪切り、マグマック誰や。何、マグマック、なんでそんな持っとんの。どこで電気とか効くんかな。焼き尽くす、めっちゃ食らう。雷の牙、死んでくれ。おー、やばい、やばい、危ねえ。援護せっか。危ねえ、死にやった。ホエルコ、ホエルコ水か。そのままやろ。もうここは戦う。一撃ででも死んでくれそう。水に雷、いけ。うわ、あかん、落雷が手が倒れた。僕は宇宙のエレキボールで行くよ。エレキボール、これで死んだはず。オッケー、最後はあいつか、やつか。来た、ジェプトル入れ替えるよ。
名人はでもあかんから、ふうたらどんぐり、くさくさ、麻痺しそうな。こいつふうたろうでいけそう。しゃあいけ、ふうたろう。唯一の炎で攻撃は、アンマーハン、騙し討ち、切り裂く、切り裂くや。早え、切り裂く。オッケーオッケーオッケー、結構食らうよ。騙し討ち、スナップ、キー607、めっちゃもらえた。持ってたら強い。オッケー、順調に強くなっとるな。待って、強いんだね。そりゃそうやろ。回復してもらった。どうやってや。しゃあ、あれと自転車のとやん。自転車、乗れたいな。お得な掲示板、相手の自由を奪える。こっちはあかんやつだろ。ユノポケも見せてくれない？一目でいいからお願い。見せてあげるよ、なんぼでも。ポケモンコレクターの元木、バリ強そうやな。なんかハスブレド、誰や。こいつ抜けるのか、果たして。こいつあれの進化系か。あいつ、ん、ハスブレド炎か。何、乱れ引っかき。こいつなんか水も入っとったような。雷の牙、なんなんやこいつは。草でもなく木でもない。この花、この花は確か草。そうやな、弾ける炎でいける。 OK、 強っ、めっちゃ強いやん。勝った。どんどん、誰や。レベル上げがてらに、よいしょ、キャモメレベル13。いや、こいつなんだよ、飛行と水やから雷は効かへんのかな、こいつ。雷の気は、あ、効いた。効果抜群。OK。まだあるんか、長いな。勝負。お前の作戦すべて見えた。OK。やったろ。サイキッカのアキト、ケイシー、ケイシーってなんか進化したら強いポケモンになりそう。え、なんなんこいつは、はじけろ。エスパーか、なんか目覚めるパワーって、もう一回はじける炎、確実に倒す。よっしゃ、倒れた。オッケー。28。岩の流れ。耐えさせる。耐えたりいらんか。わかんない。岩の流れを覚えた。大気が飽きてた勝負に勝った。544。
あ、上と下2つの道路、人間とポケモンそれぞれの道路だと思えばこれもありかもしれんの。取ろう取ろう、ピノミア、大事大事。よっしゃ、ひめゆりみのみ、オッケー、合計6個。何これ、近接シティ、やめよう。110番道路、そろそろ自転車もらえへんのかな。なんかいずれかの自転車乗って出してください。自転車には乗れなかった。なるないんかも。自転車欲しいな。しゃあ、今回は110番道路長いとこずっと来て、皆様その前にカラクリ屋敷制覇、無事制覇で、今回はこれぐらい。次はなんかこの上、近接シティすごいことになったけど、ここも入っていきます。今回これで終わります。ありがとうございました。